誰か小麦の種と引き換えにヒノキの棒でも装備させてくれないかな。え、もし武器欲しい。なんだチャラいぞチャラいぞ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。いや、みんななんかめっちゃ集まってきたんだけど、何、もう寝る時間ですか？早速の寝る時間ですか？びっくりした、めっちゃ枯れてないって思ったけど、これ違うよね。これ違うよね、こっちよね。あ、なんか置いた。ちょ、待って。これはしまうのはどうやってやるんだ？攻撃してしまわないといかない。これじゃないとしまえんのかな？とりあえず、実ったぞ。そんなね、後から走ってきて言われましても、もう実ったこと分かってるから収穫してるんだ、私。え、キャベツ何個やった？え、キャベツよね、これ。ミッション達成した！やったね！ 15 個。で、畑の拡張と小麦の収穫。あ、でも小麦の収穫さ、小麦50個いるってことは、畑拡張しつつの小麦収穫っていう同時進行にした方がいいんかな。うわぁ、どうした？やりました！キャベツを15個収穫できましたね。あ、報告に行かんでも来てくれたんやね。甘いモンゾーラキャベツは、その昔、外の島にも出荷されて、島の人たちに富をもたらしたらしいです。ああ、こんなにいっぱいキャベツがあったら、一生遊んで暮らせるのかも。キャベツで？いや、まあ、キャベツを出荷したお金でってことやね。あれ？ん？見てください。なんだか胎児の様子が。なになになに、なんか変わった？成長？おお、葉っぱが、え、なに？拍手してくれよんやけど、なんか。すごい。お題を一つこなしたことで、胎児に力が宿ったみたいです。くっくっく、やるではないか。これは破壊のしがいがありそうだな。副総督様がなんかおっしゃってるっすよ。本当に大丈夫なんすか？でも、言う通りにしたら木が成長したんです。今はやってみるしか。くっくっく、命が惜しくば、この調子で胎児を育て上げるのだ。死ぬ気で畑を作り、次のお題をこなすがよい。結局なんかこのモンスターも、いいモンスターな気が。ほう、なに？夜の魔物に注意。夜だけに現れる強い魔物がいる。部屋に隠れてベッドで眠り、朝を待とう。魔物は朝になれば消えてしまう。お、ってことは、ちょっととりあえず、寝ますか。あ。あ。何かしら、やってくるかもしれないから。夜だけ現れる魔物ってどれやろう。今はまだ、あ、ちょ待って。ハートだけ回収するね、私。ふぅー。はい、ハート開始終わり。じゃ、とりあえず。は？私が寝れないじゃないか。起きて。新しい胎児を育てられれば、大農園の復活も夢じゃないですね。一緒に頑張っていきましょう。もし次にやることがなくなったら、胎児のお題で依頼された野菜を作りながら待ってみてくださいね。それと、アイナさん。もしよろしければ、キャベツ作りの時にお教えした。いや、畑を作る手順は大丈夫よ、もう。わかりました。もし手順がわからなくなったら、改めて声をかけてください。私寝ていい？人を叩き起こして自分が寝るやつ。え、なんか一人床で寝てるんだけど。それを私もできたらいいのにね。ん？なんかハートが。なんでまたハートが落ちたの？寝て起きただけだよ。まあ、とりあえず、おはようってことで。あと、小麦と畑ないよね。あ。あ、ごめんね。よいしょ。あ、何回なんだ。ちょ、待って。ボタンが。ドワッハッハ、あゆな。我が輩のヒゲでキャベツの種も増え、胎児のお題がますます進むな。そうそう、今後我が輩たちは朝起き、しばらくしたら仕事をする。そして夜は眠り、次の日の仕事に備えようぞ。してあゆな、キャベツが育つまでの間、先ほどの真相を農家の寝床らしく飾り立ててはくれんか。キャベツも育ったけどね。さあ、完成した寝室に、農具飾りと巻材を置き、より特色のある農家の寝床にしてくれ。え、なに？それはもう、あれなの？思いついてるやつなの？あ、この二つ？農具飾りと巻材。まあ、作れるってことか。作れんやつはなんかあれかな。あ、こういう風に暗くなってるってことか。じゃ、これも。オッケーイ。え？オッケーイ。ってことで、上から入るやつ。こっちの方にじゃあ、置いておこっか。え？どこにしまわれた？あ、これか。はい、農具飾り。
どうしよう、こっち側にしよっかな。はい、置いて、巻き材、巻き材。ここじゃない、こっち。はい。これでオッケー。小さい農家の寝床。へぇ。あ、ちょっと、ハートめっちゃ巻き散らすみんな。みんなハートめっちゃ巻き散らすやん。ちょっとびっくりしたよ。部屋に家具を置き、農家の特色ある寝室にしてくれたのだな。とは、はは、これは素晴らしい。ただの寝室が農家の寝床になったことに気づいたか？物を置いたことで部屋に特色がついたのだ。住人が部屋を使えば、その喜びで物作りにかけらを落とす。あ、部屋使うだけでもそうなんや。特色ある部屋なら落とす量も増えるであろう。あ、じゃあ目覚めた時にまたなんか、2、3個ぐらい落としてくれる？アイラさん、寝室もできて準備はバッチリですね。これで大事なお題に挑んでいきます。キャベツ作りはすぐにできるが、お台にある大きな畑を作るには、この腐った土をどうにかせねばならんな。かつて島には腐った土をきれいにすることができる不思議な一族がおったというが、え、マジで？じゃあどっかにおるんやないん？ひとまず、土のことは後で考えるとして、この種で畑を広げていってくれ。キャベツの種を2個ありがとう。何？またヒゲに引っかかってた？便利なヒゲだね。とりあえずじゃあ、はい、ハート集めた。オッケー。もうハート落ちてない。あ、上に落ちてるじゃないか。上に落ちてるっていうのもなんかおかしいけど。はい。え、これはまだ、あれかな？入れてないハートが80個あるってことかな？いけるんじゃない？これ。ニューってなっとるし。え？何？入れれないの？これ入れるときどうやってやるの？入れれないってことか。次のレベルで住人が早く畑を耕せるようになって、で、早く水やりができる。あ、新しい仲間。あ、レベルが上がったら何？自動的に来てくれるの？で、作業台で作れるものが増える。買った、なんか、あれやね、定期的に入れれるわけじゃないんやね。入れるタイミングみたいなもんがあるってことか。じゃあちょっととりあえず、ん？なんかびっくりマーク出てるな。あ、なんか作業してくれよる。ありがとう。副総督さんのことはまだよくわかりませんが、とにかく胎児が育って嬉しいです。さあ、残るお題は小麦の収穫と50マスの畑作りです。昔噂で聞いたんですが、ここから東に行った場所にある集落跡に小麦の種が隠されているとか。アイナさん、お願いします。地図を頼りに集落跡に行って小麦の種を探してきてください。地図に目的地が表示された。お、小麦の種を取りに行くのね。あ、水やってくれよ、ありがとう。ね、指導は？あれかな？出ていくときには指導はついてきてくれる。え？来ないですけど。ねえ、来てくれるんでしょ？空っぽ島に緑を作る方法を見つけないといけないしな。さっさと3つのお題を達成しようぜ。え？なんなの？来ないの？一人なの？私。とりあえず、あ、来た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 。向かいましょうか。頑張っていこう。なんかね、植物はいろいろと、お、あのハテナのところかな、目的地って。え、違う。びっくりマークと別にハテナがある。って、なんかドラキーめっちゃついてくるんやけど。ていていてい。え、何も落としてくれない。落とせや。落とせや。ん？ほら、なんかおる。集落跡にわらわらと。ね、なんか別のがあるんやね。え、これってさ、ちょっと待って。あ、違う違う。どれだ？これか、マップ。これで見よったらもしかしたら、あれ？でもこの、大きいマップになったらハテナマークは出てないんやね。お、じゃあ近くまで行かんとわからんってことか。へぇ。なんか、大ネズミ？誰？君。おう人間、ちょっと俺の愚痴を聞いていってくれ。実はこの先に昔小麦倉庫だったところがあってな。あ、でも一応今回のミッションに関係あるやつなんやね。何あれ？ハテナマークがあるんやけど、左上に。お気に入りの餌場だったんだが、いつの間にか魔物の巣になっちまって、それ以来おまんまの食い上げなんだ。お前も魔物だぞ。まったくやってられねえぜ。お前も命が惜しいなら近づくなよな。なんかガードしようかと思ったら違うんやね。なんか、助言してくれるためにおったんかな。ちなみに、この島に住む俺たちオオネズミは、悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミだ。まあ、どっかで見つけたら、積極的に声をかけてみな。あ、オオネズミは敵じゃないんやね。なるほど、了解した。ほらほらほら、あの左上のやつ。これ何？お、なんか遺跡っぽい感じやね。水やったなんか。不思議な石に言葉が刻まれている。文字を読みますか。
読みましょう。この地を訪れしビルダーよ、若きビルダーの成長のためにこのビルダーパズルを島の各地に残す。自らの知恵とビルダーの力で見事パズルを解き明かせば、新たな知恵と輝く宝が得られるだろう。え？刻まれた文字はここで終わっている。おいおい、なんだよこれ、随分と偉そうな物言いだな。まあいい、暇つぶしくらいにはなりそうだ。その気があったらやってみろよ。へえ、なに？どうやってやるの？全然できないんだけど。え？待って、どういうこと？え？なに？どれがパズルなの？え、ここにパズルがあるわけじゃないの？どういうこと？ここで何かをする。あ、もしかしてこれ？これを取り外して、水を流す。あ、なるほどね。マップ上に、なんかその仕掛けを施しとるっていうことなんや。フィルターパズルをクリアした。なるほど、なるほど。で？なにこれ？コイン？小さなメダルを手に入れた。小さなメダルを集めよう。ビルダーパズルをクリアすることで小さなメダルが手に入る。集めるといいことがありそうだ。え、ってことはこのどこかにメダル王が、女王かもしれんけど。メダル王がいるということなのだろうか。で、目的地はどこだ？あのハテナは多分、あれよね。大ネズミのことよね、ハテナ。とりあえず進んでいきますか。え、なに？どこ？粛清する。なんこいつ喋るぞ喋るぞ。てい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 。ちょ待って。は。ていていてい。こっちの方がいい感じがする。キャーやめてー。体力が、私の体力が。え、これ体力はさ、どうなん？邪魔だよ君ら。く。てい。体力はさ、お腹の減りとは、うえい。いやーやめてー。大丈夫じゃないからやめてー。あ、一応あれなんやね。食べ物食べたら体力も回復すると OKOK。もうあとちょっとやん。何？行くぞ。ふぅ。あ、骨ゲットした骨。なんこいつめっちゃなんかいろんなもん入ってくるんやけど。怖いわ。これ毒の沼地とかじゃないよね。別に普通に枯れた土地よね。あーやめてー。あ、あれやあれ。びっくりマーク。ちゃんとこのさ、マップのとこだけじゃなくて、フィールド上にもびっくりマークがあってくれるのはいいよね。ここってことか。はっはっは、なんだこれ。また面白い建物だな。ひょっとしてここに種があるのか？隠されとるって言ったよね。あいな、とにかく上に登ってみようぜ。その周辺には一体何も、一体何も、日本語がおかしいな。何もないのかい？とりあえず中に入ってみるしかなさげだけれど、この辺もなんか普通に拠点にできそうじゃないね。はい、上に登っていきましょう。なんかご丁寧にさ、松明まで置かれとるしさ。あ、危ねえ、落ちる落ちる。あ、誰かおる。え、どうした、誰君。はぁ、あ、どうしよう。魔物には襲われるし、武器はなくなるし、マジやってらんない感じ。え、なに、チャラいぞ。そこにある金床でなら武器も作れちゃう気がするけど、物作りに手を染めるわけにもいかないし。あ、なにそれ、悪事みたいに言わないで。誰か小麦の種と引き換えに、ヒノキの棒でも装備させてくれないかな。え、マジ武器欲しい。なんだ、チャラいぞ、チャラいぞ。めっちゃ説明してくれたし、これね。これでヒノキの棒を作ればよろしいのね。で、これを装備させると。あ、間違えた。はい。ジバコ、ジバコっていうの君。あ、キャー、なにこれ、いい感じのヒノキの棒じゃん。女の子？いや、てかあんた誰？この武器どうしたの？作ったんだよ、私が。へえ、この武器あんたが作ったんだ。てか、ビルダーってやばい人じゃん。まあ、けどお礼言っとくよ。おかげで教団の教えに従って、この集落跡をぶっ壊せるし。あ、そっか、この子も教団の、あ、一つくくりかと思ったら、二つくくりなのね。って、あれあれ？私ってばなんだか嫌な予感。何？崩れる？崩れ落ちる？ここ。ええー、何？アリたちが、
うわー、また出てきちゃった。ここ、あれたちの巣になっててさ、あいつらのせいで武器が壊れちゃったんだ。シロアリ的な感じだね。二人ともお願い。あのアリの大群倒すの手伝って。俺はちゃんとするからさ。下に降りて戦うよ。うわー、戦いのマークがやばいよ。これ、ここから普通に飛び降りるのはやばいんだろうか。あ、やっぱり高いところも気をつけよう。高いところから落ちるとダメージを受ける。少しずつ低い段差を降りていこう。今のは、あ、多少ダメージ受けてるね。受けてるわ。受けてますわ。じゃ、シドウ、助けて。何、君もしかして丁寧に階段から降りてきたの？じゃ、私がガサツみたいに見えるからやめてよ。お、え、なんか一気に減ったね。やば。シドウ、強。強。え、てか何なの？同時にしかレベル上がらないの？え、何？お、新たなレシピをひらめいた。アリにたかられてるんだよ、君。石の剣。鋭く削った石に木の持ち手をつけた剣。あ、そっか。なんか自分の武器も自分でいろいろ新調していかんといかんのかな？ん？アイナ、ひょっとしてお前、俺が戦う姿を見て武器を思いついたのか？あ、指導用の武器これもしかして。ははは、それじゃあこれから強くなるために新しい武器を思いつけそうだな。新しい武器があれば魔物をぶっ倒すのが楽しくなりそうだ。金床ってやつで作ってみろよ。じゃあちょっとそこ任せといてもいい？私金床で作ってくるわ。指導に任せるね。なんかついてきそうな気がするけど。戦ってくれてるよね。信じてるよ、私は。え、作れない。石材が3つ必要ないやん。くっそー、なんてこったい。これ指導専用。この辺は自分でいけるってことか。石材がないよ、石材どれ？この辺にはないんかな。もうちょっと。あ、ありがとう。走ってきよる。あいやーんと。あ、やっつけてくれたんやね。あ、どうも。ジバコちゃんやっけ？アリたちを倒せたね。あんたが作ってくれたヒノキの棒。マジにいい感じ？お？うわぁ、何今の。体からなんか出たような。ハートが出たよ、ハートが。で、まあ、それはともかく。あんたビルダーって言ってたけど、何か企んでるわけ？いやぁ、この土地をきれいに。え？農園で畑を作ってる？そのために小麦の種を探してるんだ。畑を作るとか、破壊神様の罰が当たりそうだけど。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じだったし、私ってものづくりに興味湧いちゃった。これ、遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒を作ってくれたお礼だよ。お、小麦の種を5個手に入れた。ありがとう。こっから増やしていけるかな。50個まで。私はモンゾーラの衛兵ジバコ。小麦の種を植えるとこ見てみたいし、あんたたちの農園に私も連れてって。お、仲間に。やったね。嬉しい。ジバコがついてくるようになった。しかも衛兵ってことはさ、めっちゃ強いやろ、きっと。ま、あの、男の指導より強いんかどうかはわからんけど、多分いい感じに活躍してくれるはず。あ、石材この辺じゃない？ね、これや、これや、きっと。間違えた。あ、間違えた。この辺の石材のはずやけん。あ、なんか違うものも取れたの。あれ？違う。なんだ？取れるところと取れないとこ。あ、あったあった。よし。じゃ、これでとりあえず、金床で作れるはずやけん。やめてってば。さあ、みんな、間違えた。さあ、みんな帰るよ。ダッシュダッシュ。ふう、体力がつきそうだ。あれ、ここに、さっき戦った時に、できたやつかな。あ、なんか日が暮れてきた。危ない。危ない。早く帰ろう。あれ？ハテナマークなくなったね。さっきまであったね。腹が減ったぜ。セリフが変わった。でも、話す内容は変わらないのね。え、なになになに？なんか最後の方変わってた気がする。君じゃないんだ。お。ふんふん。最近おママの食い上げでお腹と背中がくっつきそうだぜ。なんか、かわいそう。なんかあげれんのかな？キャベツとかどう？あげれなそうやね。もしかしたらあれかな？小麦を収穫して持ってきてあげたら、なんか食べさせてあげることができたりとかするんかな？違うんかな？わからんけど。
とりあえず小麦を作って収穫しましょうか。あっち側にもなんかあるね。あれは何やろ。あっちも後から行ってみようか。お、なんかハートがいっぱいできてるよ。ふぅ。何？今収穫今取ったところなんだけど。はい、またしてもいっぱいキャベツをありがとう。でも次はキャベツじゃなくって小麦を育ててもらうよ、みんなには。よいしょ。これカカシは取れないのか。なんか当たってしまいよるけど全然取れんねん。あ、仲間に入れて。あ、なるほど。一応ここでなんかまた儀式的なのが必要なのね。キャハハ、これが噂の大事と農園なんだ。あんたたちが作ったなんてマジでやばいね。私衛兵だしさ、物を作るのはあんま自信ないけど、この場所を守るくらいならできるかも。私決めた。もうハーゴン教団なんかやめにする。あんたのビルダー教に入信するよ。ビルダー教？キャハハ、そう考えるとなんか嬉しくなってきた。これであのダサい服の連中ともおさらばだね。おい小娘、いい度胸だな。その兜、コッパ無人に破壊してくれようか。え、やば。地箱が仲間に加わった。もはやもう、なんか、なんていうの？コントみたいにしか見えなくなってきたんだけど。これで仲間が一人増えたね。やった。女の子や、女の子。嬉しい。え、なに？拠点を狙うモンスターが現れた？ちょ、早速出番だよ。モンスターが作物を狙っている。大変。なんかちっちゃいドラキーとでかいドラキーおらん。気のせいかな。あ、でもあっという間やね。あ、やめて。行かないで。ほら、でかいこのドラキー。ちょ、やめてよ。はっ。くっ。私たちが一生懸命育ててるんだから。ふぅ、なにこれ。なんかゲットした。あ、キャベツの種かな。ちょ、君。よし、オッケー。でかいやつしかアイテム落とさんのかな。お、あとそいつだけ。はっ、はっ。いけい。オッケー。さあ、これで拠点を狙うモンスターもやっつけれたと。いい感じだわ。あ、で。アイナさん、新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですね。この島の人たちは、ハーゴン教団の教えが広まってから、畑を捨て、物作りをやめてしまいましたが、そんな人たちを物作りに目覚めさせ、仲間にしていくのも、ビルダーさんの務めなのかもしれませんね。そうか、ここで物を作っていけば、俺たちの空っぽ島で緑を作る仲間も見つけていけるってわけだな。それはそうと、アイナさん。最近はいろいろな素材も手に入って荷物が増えてきていませんか？実は私、アイナさんのために荷物を入れておける道具を作ってみたんです。お、作ってくれた。ありがとう。袋を手に入れた。ありがたや。その袋があれば荷物がいくら増えても持ち運びます。いくら増えても？無限？無限なの？これからの冒険に役立ってくださいね。やった！ 4 次元ポケットもらったわ。嬉しい。ありがとうね。それじゃあ、エナさん、ジバコさんからもらった小麦の種を早速植えてみましょう。もしキャベツと植え替えたいなら、ハンマーで叩けば種が畑から出てきます。畑に小麦の種を植えてください。袋を手に入れた。袋でアイテムをたくさん持ち歩ける。袋を開く、洗濯アイテムを袋にしまう。あ、なるほどね。これは十字キーかな。まあ、多分そうだろう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかあれをね、思ったけど、まあ、持ち歩く袋も大事やけど、この場所に置いておく収納箱みたいなのあったよね。あれも作らんといかんかな。